10分でわかるプロジェクトウィンター。ルール、セオリー、完全解説。これだけ見ればすべてわかる。8人のプレイヤーが雪山で遭難しました。彼らは協力して雪山からの脱出を目指します。しかし、8人の中の2人は実は裏切り者。裏切り者は生存者たちの脱出を阻止しようとこっそり邪魔をしてきます。ゲームが始まるとランダムで役割が割り振られます。サバイバー、脱出を目標とする生存者です。トレーター、生存者の脱出を阻止する裏切り者です。クラシックモードではこの2種類があります。最初はクラシックモードをお勧めします。サバイバーの勝利条件は生存者たちと雪山から脱出することです。ただし、最終的には自分が生き残らなければ自分の勝利にはなりません。トレーターの勝利条件は生存者全員を脱出させず遭難させたままにすること。もしくは生存者全員を殺すことです。ただし、殺すことを目標にするよりも、時間稼ぎをして脱出を阻止した方がベターとなります。次に、ゲームの基本的な流れについて説明します。発電施設を修理。第二目標を探しに行き、修理。キャビンから救助隊に救難信号を送る。脱出地点で脱出という流れです。まずは発電施設を修理します。マップを見て発電施設の場所を確認しましょう。発電施設の場所は毎回ランダムとなっています。キャビンの場所以外は基本的には全てランダムで配置されます。発電施設の修理に必要な修理素材を2人で探しに行きましょう。1人で見に行った場合、その人がトレーターであったら嘘をついているかもしれないから二重チェックしましょう。その他の人は道具を作りましょう。基本的にはマインクラフトのように資材を集めて行動をします。ゲーム内ボイジャーを使用するのですが、近くの人にしか声が聞こえないので注意しましょう。まず、道具を作るために、パンチで石と木を集めましょう。攻撃ボタンを押したままにすることで、最大4倍のダメージが出ます。道具は近接武器とも言えます。アックス、ピッケル、シェックルの3種類があります。アックスは木に与えるダメージが増えます。ピッケルは岩に与えるダメージが増えます。シックルはベリー、薬草に当たるダメージが増えます。攻撃力はそれぞれ同じです。近接武器の役割も備えているので、ゲーム最後まで持っておきましょう。トレーターであっても近接武器は絶対に手放してはいけません。この3種類の中で一番おすすめなのはシックルです。ベリーを現地調達することが多いため、シックルの使用回数が一番多いからです。最初はシックルを作りましょう。キャビン内の説明です。キッチンでは素材を料理することができます。ワークベンチではアイテムをクラフトすることができます。修理素材や武器を作ることができます。近接武器はこちらで作りましょう。チェストはアイテム8スロット分を収納できます。ただし、このチェストはトレーターも使用できるので盗まれないように注意しましょう。通信機は第二修理目標を修理した後に救助隊を要請する際に使用します。E ボタン長押ししましょう。投票箱は疑わしいプレイヤーの追放行動を行うことができます。キャビンの中、外に一つずつ存在します。過半数の投票によって追放されたプレイヤーはゲームから追放されるというわけではなく、キャビンの中に入れなくなります。キャビンの中に入れなくなることによって、料理、クラフト、暖を取るということができなくなります。また、発電施設の中にも入れなくなります。キャビンの周りを探索しましょう。発電施設を修理する修理素材を集めるためにキャビン周りを探索します。シックルを作った後、すぐに探索に行くことがおすすめです。食べ物はキャンプファイヤーは後で大丈夫です。2班に分かれて方角を分担して探索しましょう。基本的には4人組で動きましょう。理由としては野生動物がかなり強く、それを倒すために人数が必要だからです。それから貯蔵庫を開けるには3人必要な場合が多いからです。また、3人組で動いていた場合、3人のうち2人がトレーターだった場合、残り1人のサバイバーが殺されてしまうということもあり得るからです。基本的にはこのゲーム内では単独行動はしないようにしましょう。むしろ単独行動をすると疑われるので、常に誰かのそばにいましょう。貯蔵庫の中には修理素材が入っています。その他のアイテムも入っています。マップ上の1箇所に存在する武器庫、ラボというものがあります。武器庫の中には武器の材料や武器が入っています。ラボの中には自白剤というものが入っており、誰か一人の能力を知ることができます。ラボにはもう一つ自白剤があるのですが、5分後ぐらいに取りに来ないといけません。修理素材はクラフトすることもできます。電子機器のスクラップ、
機械のスクラップは木、石、一つずつ出てきます。燃料はベリー二つでできます。基本的には貯蔵庫を探し終わったら足りない部分はクラフトしましょう。画面の説明をします。左上からヘルスゲージ。プレイヤーの体力を表します。初期の最大値は1000です。体力はプレイヤーの攻撃、罠、動物の攻撃によって減少します。また、体温ゲージ、空腹ゲージが125以下になるとヘルスゲージの最大値が徐々に減少していきます。体力は薬草、応急キットを使うことによって回復します。また、食べ物を食べることによって回復もします。体温ゲージ、プレイヤーの体温を示します。初期値は500です。キャビンの外にいると徐々に減少していきます。ブリザードの際には著しく体温ゲージが減少します。また、水に浸かった場合は体温ゲージは大きく減少します。体温ゲージを回復するためには、キャビンの中に入る、キャンプファイヤーキットで火の近くにいる、洞窟の中に入る、などがあります。空腹ゲージ、プレイヤーの満腹度を示します。初期値は500。空腹ゲージは時間経過とともに減少していきます。ベリーや肉を食べることによって回復しましょう。調理後の食べ物を食べると効果が高くなります。メガブリザードまでの時間、タイマーが0になるとメガブリザードが発生します。つまり最終的な時間制限となります。メガブリザードは凄まじい速度で体温ゲージ、空腹ゲージが減少していきます。キャンプファイヤーキットがあったとしてもほとんど間に合いません。このメガブリザードが来るまでに脱出を試みましょう。トレータークレジット、トレーターとしてプレイしている時のみ表示されます。トレーターボックスを開けることによって2から3ポイント獲得できます。これを消費することによって特定のオブジェクトを破壊できます。グローバルイベントまでの時間。このタイマーが0になるとグローバルイベントが生じます。ブリザードやプレイヤーのウサギ化などのイベントが発生します。隣接チャットプレイヤー、近くで話しているプレイヤーの名前が表示されます。ゲーミングヘッドホンを使っていると、その方角、声の大きさから位置も特定できます。トランシーバー専用のスロット。このスロットにトランシーバーを入れていると、左コントロールを長押しすることによって、同じ色のトランシーバーを持つプレイヤーと通信することができます。このトランシーバーを持っていない人には聞こえない内緒の話ができます。自分の位置は画面中央上で確認しましょう。もし迷ってしまった場合は、真ん中のエリアを目指すと良いでしょう。右上には自分の役割が表示されています。発電施設のステータス。一つ目の修理目標である発電施設のステータスを示します。右端が赤いびっくりマークになっているときは修理が必要です。修理後は緑色のチェックマークとなりますが、トレーターによって破壊された場合は再度赤いびっくりマークになります。定期的に注意しましょう。第2目標のステータスも同様で、修理が必要な場合は赤いびっくり、修理後は緑色のチェックマーク、破壊された場合は赤いびっくりマークになります。ボーナス目標はキャビンの前にある地図に近づき、E ボタンを長押しすることで取得できます。ボーナス目標はプレイヤーごとに異なります。ボーナス目標を達成するとボーナスポイントが付与されます。ポイントはリワードを取得するためのゲーム内ポイントになります。スキンをゲットしたい人は積極的に目標を達成しましょう。発電施設の修理が終わったら第2修理目標の位置を確認しましょう。マップでハテナと表示された3箇所のうち1つが当たり、残り2つは外れとなります。2班に分かれて方角を分担して探索しましょう。基本的には4人組、足りなければ3人組で行動しましょう。遠出することになるので、キャンプファイヤーを1班で2つ以上持ちましょう。空腹ゲージ、体温ゲージを満タンにしてから出発しましょう。第2修理目標の近くには電柱、電線があります。電線を頻度に辿っていき、修理目標を見つけましょう。結構奥の方にあることもあるので、奥の方まで探しましょう。第2修理目標を見つけたら、救難ビーコンを起動して離れた仲間に知らせる。もしくはトランシーバーで知らせる、もしくはキャビンに戻って直接知らせるという3種類の知らせる方法があります。修理目標はヘリポート、救難ビーコンの2種類があります。ヘリポートは第2修理目標と脱出地点を兼ね備えた施設となります。修理目標を修理した後、ここに戻ってきましょう。救難ビーコンは修理場所と脱出地点が異なります。救難ビーコンを修理した後、オレンジ色の脱出地点のマーカーが出現するので、オレンジ色の脱出地点に向かいましょう。第2修理目標は2種類あります。第2修理目標は発電施設と同様に3種類の修理素材が必要となるもの。
それから押しボタン式の2種類があります。押しボタン式は押している間オオカミがどんどんスポーンしてきます。オオカミがスポーンしてきたら一旦押すのをやめ、オオカミを処理しましょう。生肉を置いているとオオカミはプレイヤーではなく生肉の方に向かっているので楽に処理することができます。修理が終わったらクマ、オオカミが大量発生するのでその場から逃げましょう。移動中注意しなければならないのが動物の存在です。オオカミ、クマ、ハクロウがいます。オオカミは簡単に処理できるのですが数が多いと勝てません。特にハクロウはかなり強いので注意しましょう。第2修理目標の修理が終わったらキャビンに戻って通信機を使って救難信号を出しましょう。これは一人でできます。救難信号を出したら脱出地点に向かい脱出しましょう。定期的に発生するグローバルイベントというものがあります。ウサギになって誰が誰か分からなくなるというもの、ブリザードが来て著しく体温が低下するというもの、脱出ポットが出現し一人だけ脱出できる脱出ポットが投下されるもの、救援物資が5つ落ちてきて5つの中で1つだけ当たりとなる救援物資のもの、以上がサバイバーの大まかな流れとなります。トレーター編はまた後日アップロードしようと思いますので、ぜひご視聴ください。ご視聴ありがとうございました。